モリモリ国へようこそ。モリモリ相談室、こちらモリモリネームコロコロペイさんからいただきました。どうもありがとうございます。トダッチモリようございます。冬は毎年のことですが、特に予定のない休日は家から出ないだけでは飽き足らず、部屋からも出ず、なんならこたつからも出られません。なんとかしてこたつから出してください、笑いとかになります。これ私考えましたよ、どうしたらいいか。いいですか。ですね、はい、いきます。私の答えはこちらだ。イエーイ。もりもり着込んで冒険だ。イエーイ。違う。え、答えですよこれ。違う。え、冒険ってこの子。待ってください、ちょっと待ってよ。嘘、冒険ってこれじゃなかったでしたっけ。嘘、どこ間違ってる。これやばい、やばい。アホ、私ね、いつもねアホだと思われたくないから、こういうの書くときに漢字でこうやって携帯で変換してる超ダメな現代っ子なので。冒険って違いましたっけ。やばい、全然わかんない、どうしよう。何が違うのね、ちょっと皆さん教えてください。この冒険が違うのかな。着込んでは合ってますよね。雪だるまは別に何も合ってますよね。冒険って違った。本当だ、違う。これあれですよね、なんかマサとか言うじゃないですか。マサケになってる。やばい、やばい、やってしまった。第1回目から恐れていた事態が起きてしまった。これをね、やりたくないがためにね、いつも調べたのに。ここ大事ですよね。いやダメです、これカットでお願いします。カットなかったことにしてください。マサケン、マサケンサンバって書かれました。何ですかマサケンって。足らないんですよね。日にね、みんな間違えちゃダメだよ。良い子のみんなはちゃんと間違えないでね。はい、なんかでもなんかバランスおかしいですよね。上がちっちゃいからかな。まあ冒険です。そう、上がでかいのが正しいんですよね。そう、マサケンですね。モリモリ着込んでマサケンだというわけで。これ何かっていうと全部ぶち壊されましたね今のでね。あれです、私もすごく寒いのすごい苦手で、冷え性だし、なんか顔とか鼻とか頭とか耳とか痛くなるから冬すごい嫌いなんですけど、冬生まれのくせに冬嫌いなんですけど、着込んでね、たくさん着込んで、これでもかっていうぐらい着込んで外に出て、なんかちょっと散歩するだけでも結構楽しいよみたいな感じです。結構寒いの嫌かもしれないけれども、着込んじゃえば結構ワンワイ、そんなにで鼻とか痛くなるからマスクしたりとか、こう覆うものとかつければ全然大丈夫。あと首ね、首はマフラーするだけで全然体感温度が変わるので、皆さんよかったら。胃にも見えるって言われました。みんなちょっと食いつくとこは違う。チャットの食いつき方がもう完全に漢字間違えたことにしかもうコメントがみんな入ってないんですけど、私のねこの答えは、みんなでこうねモリモリ着込んで冒険に行く気持ちで外に出ていきましょうっていうのが私の答えです。どうですかコロコロペイさん、私の今回の答えは。どうよ、マサケンだ。やだ、もう本当にやっちゃったよ、やっちゃった、いつもやっちゃってる。これ必ず放送1回何回しでかしますよね。いつか完璧にやってみせます。いや完璧にやった回もあったはずです。はい、というわけで、ちょっと引っ張ってくれたらここだけでダイジェストになる。いや、いいですよ。ここだけでダイジェストとか作らなくていいですからね。モリモリ美術館、せーの、じゃん。これ誰でしょう。これは多分無理かもしれない。のっぽさん、のっぽさん、はにわくん、ひでき、これどれのこと言ってます。これやばい、私やばい、これすごい下手だと思う自分で。さっきと雲泥の差だよ、天と地だよ、全然ダメだよ。船バカボンパパ丸で。